回はエクソのメンバーについて占いをします。特に恋愛傾向や好きな女性のタイプ、女性の体の中で好きな部位など、そのあたりを鑑定していきます。いつものように西洋占星術で鑑定します。本人の生年月日と生まれた場所からホロスコープを出して詳しく読み解いていくので、私が適当なことを言っているわけではありません。エクソの占い動画は何本か出しておりますので、興味がある方はぜひご覧ください。それでは早速始めましょう。まずはベクヒョンです。この方の恋愛傾向を一言で言うと楽観的です。この人にアプローチして拒絶されたらどうしようですとか、うまくいかなかったら嫌だななどとあまり深刻に考えずに、フレンドリーに気さくに女性に近づいていくんじゃないでしょうか。結構おしゃべりなタイプなので、女性と仲良くなるためにたわいもない話をして距離を縮めていくという感じになりそうです。また女性の好みとしては綺麗な人が好き、美形な人が好きということで、結構理想が高いですね。なぜならばベクヒョン自身も美意識が高いからです。その高い美意識を女性にも当てはめるというところがあるでしょう。先ほどこの方の恋愛傾向は楽天的ですと言いましたが、楽天的なんですが甘えん坊さんというか、孤独は嫌だなぁと思うところもあると思います。一人でいるよりも好きな人と一緒にいたり、甘えたり寄り添ったりしている時に幸せを感じる、安心感を覚える、そんな傾向があります。基本的に恋愛運や愛情運があり、人間関係で困ることが少ない、また人を引きつける魅力があるので、恋愛の機会はまあまあ多いんじゃないでしょうか。次にベクヒョンの好きな女性の体の部位ですが、首筋や喉のあたり、うなじなどに色気を感じる傾向があるでしょう。髪をアップにしたスタイルや、それによりうなじが見えているスタイル、そのあたりについ目がいってしまうんじゃないでしょうか。かなりムラムラすると思います。特に美しい首筋ですね、そこにも惹かれるでしょう。また今首と言いましたが、首と名のつくところ、例えば手首、足首、そのあたりにも目がいってしまい、触りたいなぁと思うことがあるかもしれません。次はチャニョルです。この方は恋愛大好きで、良くも悪くも分かりやすい、女性から見てこんなに分かりやすい人はいないんじゃないかっていうくらいだと思います。どういう意味かというと、この人は私のことが好きなんだろうなっていうのが丸分かりっていう人です。そんな方いますよね。皆さんも経験あるんじゃないでしょうか。自分に興味があるというのが手に取るように分かって、ストレートにアプローチしてくる男性、またはこの人はあの女性が好きなんだろうな、狙っているんだろうなというのが旗から見てもすぐに分かる男性っていうことです。素直で正直な方なので、恋愛においてもそういう面が出がちです。また性欲もかなりあり、自分がいいなぁと思った女性に対しては頭で考えずに即行動してアプローチをするタイプなので、非常に分かりやすいと言えるでしょう。しかしたまにテレ屋さんなところもチラチラと出るかもしれません。とっても可愛い方です。好きな女性のタイプは自分のことを陰で引っ張ってリードしてくれるような、性格的にしっかりしている女性、金銭感覚が発達していて良いお母さんになりそうな優秀な女性、また仕事ができて社会的に成功できている方、勉強ができる女性なども好きだと思いますね。意外としっかり者の女性を求めている方でもあります。この方の好きな女性の体の部位は上半身よりも下半身だと思います。上半身にも多少興味はありますが、それよりも下半身の方により興味があるでしょう。具体的には女性のお尻、太もも、そこが大好きだと思いますね。すべすべしていて触り心地が良いお尻、滑らかな太もも、もうそのあたりが大好きなので、見たい、触りたいと思うんじゃないでしょうか。ですから細ければいいというわけではなく、むしろある程度の肉付きっていうのが必要になると思います。太いから太ももっていうわけですし、お尻もある程度厚みがあった方がいいですね。ですからこの方は基本的に健康的な感じの女性が好きだと思います。
痩せていてか弱い女性よりもお尻が大きいくらいの方が良いですし、肉付きが良い太ももの方がいいと思いますね。ここで主の占いサイトのお知らせです。次は週民です。この方の恋愛傾向ですが、変わっているところがあると思います。普通の人には理解できない部分があるんじゃないでしょうか。いつもではありませんが、旗から見るとそんな恋愛をしていたら不幸になるんじゃないか、幸せになれないんじゃないかという恋愛に飛び込んでしまうようなことがあるんじゃないでしょうか。また好きになった女性のことは絶対に手に入れたい、何があってもこの愛を貫いてみせる、恋愛を成就させてみせると、そんな風に思ってしまうことがあるため、相手によっては辛く悲しい恋愛をする可能性があります。そのような極端な恋愛傾向、変わっている恋愛傾向があります。このように言うと批判する人がいるかもしれませんが、当たり障りのないことをただ言っているだけでは動画を見ている方に飽きられてしまいます。私はこの YouTube を仕事でやっているので、適当でいいやですとか嘘を言っていいやっていうことはできないわけですね。ちゃんと真実を伝える、それが大切だと思いますし、ただ思ったことをダラダラ話してればいいというわけではないですね。このようにちょっと変わった恋愛傾向、そして孤独を感じると恋愛に走りがち、恋愛をすることによって心の隙間を埋めるところがある、そんな点があるため、注意して生きていった方がいいんじゃないでしょうか。これは元々の性格なのでしょうがないんです。この方が悪いんじゃありません。しかし自分にはこのような傾向があるっていうのは分かっていた方がいいですね。その方が上手に対応できるからです。そして恋愛において変な方向に自分は行ってしまっている、気をつけようと自分を律することができるからです。ちなみにこの資質は TXT の40も持っています。次にこの方の好きな女性の体の部位ですが、まず女性の顔とヘアスタイルを見て、なるほどなるほど、自分が好みの小さい顔に綺麗な頭、頭が小さめなので体とのバランスが良い、顔が小さくてスタイルがよく見えるな、だから好き、タイプだなと思うんじゃないでしょうか。そしてその後に女性のふくらはぎや足首などに目がいって、あ、足も綺麗だな、健康的な感じがするぞ、さらにいいなと思う傾向があるんじゃないでしょうか。ですからこの方が女性を見るときに重要視しているのは顔と頭、顔の小ささ、頭と体のバランス、そして膝から下、ふくらはぎ、足首などと言えるんじゃないでしょうか。次はリオです。この方の恋愛傾向を一言で言うと可愛いということになります。普段は可愛いというよりもしっかりしていて仕事熱心でできる男っていう感じだと思うんですけれども、恋愛になると可愛らしい面や甘えん坊な面が出がちです。そこが女性から見るととっても可愛く見えていいですね。ですから普通の時と恋愛する時ではギャップがあるタイプとなります。そして恋愛が大好きかっていうとそうでもなく、仕事第一なんですけれども、恋愛に対しては受け身なところがあります。いくらいいなと思う女性がいてもすぐにアプローチするわけではないでしょう。それよりも相手をじっくり見極めて自分がアプローチして拒否されないかどうか、チャンスがあるかどうかを見極めるのが先になると思います。恋愛に対しては恥ずかしがり屋さんなところもあるでしょう。自分の本心を見せるまでには時間がかかるタイプです。最初からすぐにフレンドリーに打ち解けて本心を見せるような方ではないですね。だからこそ仲良くなって本心を見せてくれたら嬉しいんじゃないでしょうか。この方は単なる知り合いの時と本当に仲良くなってからでは全然態度が違うと言ってもいいくらいです。仲がいい人とそうでない人というのをきっぱり分けている傾向があるでしょう。そんな風には見せませんけれども、心の中ではそのような区分けがなされているっていうことです。またこの方は自分のことを世話してくれて、構ってくれて、まめまめしくお世話してくれる女性に惹かれがちなところがあるんじゃないでしょうか。優しい女性が好きです。いくら顔が綺麗でも冷たい感じがする、自分に対して優しくない、そういう人には惹かれませんし、
最初は何とも思わなかったのに、自分のことを良いタイミングで助けてくれる、世話をしてくれる、優しくしてくれるという女性にいつの間にか惹かれている傾向があるんじゃないでしょうか。次はこの方が好きな女性の体の部位ですが、女性のすべすべとした滑らかな肌が大好きで、それに触って癒されたい、甘えたいという気持ちが強いと思います。先ほども言ったように、恋愛となると甘えぼさんになるので、女性とイチャイチャして癒されたいんですね。普段は仕事熱心で真面目なタイプなので、この方には癒しが絶対に必要です。恋愛イコール癒しの場と思っているくらいですから、女性に触れてほっとしたい、癒されたいっていうのが非常に強い願望としてあるんじゃないでしょうか。そのためには綺麗な肌、または男性にはないくびれや曲線など、体のラインにも非常に惹かれるんじゃないでしょうか。次はチェンです。この方の恋愛傾向の特徴は、女性に平等で対等な関係を求めるところがあるんじゃないでしょうか。男性だからといって俺について来いと思っているわけでも、自分が絶対リードしないといけないと義務感に縛られているわけでもなく、友達のように平等で対等でありたい、そんな風に思う傾向があるでしょう。とはいえ、最初のデートでは自分がちゃんとリードしないとな、きちんと計画を立ててしっかりしないといけないなと、そんな風には思うでしょう。それはこの方の真面目で計画性があるところ、きちんとしていたいと思う性格ゆえそうなりがちなのですが、基本的には女性に対して征服欲がものすごくあるですとか、上から目線で接するっていうことはないんじゃないでしょうか。次のこの方の恋愛傾向としては、孤独でいたくない、意外と寂しがり屋というところがあるでしょう。恋愛において受け身なところがあるにもかかわらず、一人でいるのは嫌だな、誰かがそばにいた方が気持ちが落ち着くなと思う傾向があります。まとめると、そんなに自分からガツガツと女性のことを求めてアプローチしたり告白したりストレートに行動するタイプではないと言えます。恥ずかしがり屋さんというか控えめなところがあるでしょう。基本受け身です。ただ好きな人とデートをするという段階になったら、ちゃんと計画も立て楽しんでもらいたいなと思って配慮ができる方でもあります。次はこの方の好きな女性の体の部位ですが、おへそより上と考えていただけるといいんじゃないでしょうか。おへそのあたりも含みます。お腹のあたりも含みます。そしてウエストのあたりも好きですね。ウエストのくびれ、お腹の柔らかそうな肉、そしておっぱいももちろん好きだと思いますが、おっぱいだけっていうんではなくて、ウエストから上のあたりすべて、そのあたり全体が好きだと思います。下半身にあまり興味はないんじゃないでしょうか。女性を見るときにまず目が行くのはお腹と胸のあたりとなりそうです。またお腹といっても適度に肉がついているのは大好きだと思います。ぺったんこじゃないといけないというわけではなくて、お腹の肉をふざけてちょっと触ってプニプニしているところが面白いなぁと思ってからかってみたり、一緒になってふざけ合いたいぐらいのことを思っていますので、二段腹三段腹でなければ大丈夫なんじゃないでしょうか。次はスホです。この方の恋愛傾向ですが、惚れっぽいところがあるんじゃないでしょうか。自分の気持ちのままに突っ走っていく傾向があるでしょう。よく言えばストレートで純粋、悪く言うとあまり考えていない、そんな風に言えそうです。さらにこの方は平凡な恋愛にはあまり興味がなく、ワクワクドキドキするような刺激を追い求めてしまうところがあるでしょう。安全地帯で恋愛したいという気持ちはなく、難しい相手や許されない恋や問題のある相手をわざわざ選んで困難を乗り越えていく方が楽しい、障害や苦労がない恋なんて面白くない、そんな風に思ってしまうところがあります。このように言うと恋愛するのに問題しかないのかと思うかもしれませんが、そんなことはなく救いもあります。基本的には身も心も満たされたい、恋愛によって自分が満たされれば幸せと思う気持ちもちゃんと持っているので、変わった恋愛や問題がある相手を選んだとしても軌道修正が最終的にはできるタイプだと思います。好きな女性のタイプとしては、お母さんのように自分の世話を焼いてくれて優しくて包容力がある女性、そして外見は
派手な人よりも地味な人、庶民的なタイプ、自分を癒してくれるタイプ、そんなタイプが好きでしょう。逆にいくら美人で可愛い人でもお金を浪費しそうでわがままな人にはあまり惹かれないと思います。これは問題発言かもしれませんが、この方は20代前半の頃には自分の母親くらいの年代の人、20歳くらい上のかなり年上の女性に惹かれたことがあったかもしれないですね。なぜならば母親のような包容力を持っている女性に弱いからです。だからといって年上の女性だったら誰でもいいというわけではなく、ある程度綺麗で若く見えるっていうことが大切ですが、その上でお母さんのように自分を優しく包んでくれて、しっかり者で同年代の女性が持っていない精神的に成熟している面があり、派手派手しくない、そのようなかなり年上の女性に惹かれても全く不思議ではありません。今は33歳なので20歳も30歳も上の女性に惹かれるってことはないと思いますけれども、若い時はそういうことがあったと思います。ちなみにスホが好きな女性の体の部位は上半身、特におっぱいや肩だと思います。次はセフンです。この方はすでに魅力あふれる素敵な方なんですけれども、恋愛において好きな女性に対してより自分を魅力的に見せたい、かっこよく見せたい、男として素敵と思われたいという気持ちが非常に強く、それに向けて努力できる方ですね。お金もかけます。時にお金を使いすぎることがあるくらいです。それだけ自分のことを魅力的に見せるためには努力を惜しまないということで非常に素晴らしいんですけれども、たまに過剰になることがあるかもしれません。このようにアイドルのホロスコープを読み解いて正直に結果を言うと激怒する方がたまにいますね。ものすごい勢いで食ってかかってくる方がいます。人間は誰でも良い点とそうではない点というのがあり、完璧な人はいないので、大好きなアイドルに欠点や弱点があったとしてもそれは当たり前です。それも含めて好きなんですから、それでいいんじゃないでしょうか。話を戻しますと、この方はいい感じで性欲もあるんですね。これについてはサブチャンネルの禁断の話題でも話しておりますので、興味がある方はぜひご覧ください。このように下ネタや楽しい下世話な話を積極的に全世界に発信している占い師は私ぐらいしかいないと思いますし、占いチャンネルはたくさんあっても性的なことを恥ずかしげもなく鑑定している人はいないと思いますので、物好きな方、そして私の考えに共感してくださる方はぜひチャンネル登録をして見ていただけると嬉しく思います。この方のように性欲がある方は当然恋愛にも積極的になります。また性欲があるということは性的なことが大好きで快楽も大好きっていうことなんですね。ですからこの方は良い意味で快楽を求めていて、そのためならば努力することができる、そして生きるエネルギーにもあふれていて非常に健康的と言えるでしょう。好きな女性のタイプはおしとやかで女性らしい人が好きだと思います。また綺麗な人、美形な人、本物の美人も好きだと思います。性格的には穏やかで癒し系な人がいいなぁと思うんじゃないでしょうか。次にこの方の好きな女性の体の部位ですが、体というよりも顔が重要なんじゃないでしょうか。顔と髪型ですね。この方は女性を見る際にまず顔に目が行き、顔の美しさ、骨格の美しさ、または髪がサラサラでツヤツヤで綺麗かどうか、そこに目が行くと思います。それが悪いわけではなくて、この方がもともと持っている先天的な資質なのでしょうがないんですね。この方は女性の体やスタイルにこだわるというよりも顔形、髪の綺麗さにこだわる方って言ってもいいんじゃないでしょうか。次は貝なんですけれども、この方は女性との縁がかなりあります。恋愛する機会も多く、本人も恋愛に対して積極的、また意外とロマンチックな恋愛に憧れているっていうところもありますね。一度好きな人ができたらハマり込むタイプでもあります。
一言で言うと恋愛大好き、そして恋愛の機会も多い、女性からも愛される機会が多いと言えるんじゃないでしょうか。非常に羨ましいです。このように恋愛する機会は多いんですけれども、そしてロマンチックな恋愛に強い憧れを持っていて、好きな相手を美化するところもあるのですが、たまに気まぐれになって相手を振り回すところがあるでしょう。いくら相手のことが好きだからといって、いつもいつも従順で相手の願いを叶えているだけではなく、時に自分が恋人を振り回したり、行動が自由奔放になったりと、そんなところもあるので、ギャップがあって女性から見ると非常に魅力的なんじゃないでしょうか。以前の動画でも言いましたけれども、恋愛面だけではなくて全ての面においてすごい人なので、この世の中にこんなすごい人がいるのかという驚くレベルです。例えば行動力、生まれ持っての輝き、人気運、独立心が旺盛で、唯一無二の個性を持っていて、天性のひらめきに優れ、運が良い、集中力もあるということで、全方面で恵まれている方なので、すごすぎるとしか言いようがありません。あえて欠点を言うならば、たまに悲観的になる時があるということぐらいでしょうか。こんなに恵まれている方にもかかわらず、ちょっと悲観的になってしまう傾向があります。いつもではありませんが、自分に厳しすぎるあまり、持たなくてもいい劣等感や悲観的な考え方にとらわれやすいところがあるんじゃないでしょうか。現状に満足できないということです。カイと同じように、かなり能力があって努力家なのにもかかわらず、自分に厳しすぎてなかなか満足ができないのは、 BTS の J-HOPE 大先生も同じです。さて、今度はこの方の好きな女性の体の部位ですが、部分的にどこというよりも、肌触りの良い体、触ってみてすべすべとしていて滑らかな肌、それに惹かれる傾向があるんじゃないでしょうか。この人は非常に肌が綺麗で、触ったら癒されるだろうなぁと想像することが多いと思いますね。触り心地が良さそうと思える肌に魅力を感じるんじゃないでしょうか。終わりです。その他のエクソの占い動画は説明欄から